イギリスにおける陸軍減帥はイギリス陸軍の最上位階級である。ナトーコードのオブマイナス10に対応する5つ、母子階級であり、イギリス海軍の海軍減帥やイギリス空軍の空軍減帥と同等である。陸軍減帥の階級章は、制度アード王冠の下に黄色の葉で囲まれた減帥杖2本で記される。空軍元帥や海軍元帥同様、制度にかかわらず、 陸軍元帥は伝統的に終身である。元帥は歴史上散発的に任命され、18から19世紀には任官者のいない期間もあった。第二次世界大戦後、帝国総参謀長を在任最終日に任命することが慣例となった。また、イギリス軍全体の征服組トップである統合参謀総長は、通例その任命時に元帥に昇進する。 1736年の制定以来、これまでに計141人が陸軍元帥に任命された。その大半はイギリス陸軍、またはイギリス領インド陸軍で軍部につき、昇進を経て最終的に元帥となった。イギリス王室の数名、最近ではケント公、エドワードやチャールズ皇太子が短期間の軍務後に元帥に任命された。エドワード7世は、 即位時に、すでに元帥であったが、3人のイギリス王、ジョージ5世、エドワード8世、ジョージ6世は、国王即位時に元帥となった。そして2人の王杯、ザクセンコーブルク号多公子アルバートとエディンバラ公、フィリップは結婚した女王により、元帥に任命された。元帥は外交行為として、儀礼的に任命されることもある。 他国の君主12人が元帥となったが、ドイツ皇帝ビルヘルム2世、オーストリア皇帝フランツ1世、昭和天皇は両世界大戦でイギリスと同盟国の敵国となったことで元帥を剥奪された。その他、フランス人1人とオーストラリア人1人が第一次、第二次世界大戦での貢献に対し、そして政治家1人が元帥に任命された。百九十五年に、 イギリス国防省が依頼した報告書で軍の予算の削減に関する多くの勧告が行われ、その中に5つ星の廃止もあった。その根拠には、元水がその指揮する部隊の規模に対して不釣り合いであり、アメリカ合衆国をはじめとする緊密な同盟国では、そのような階級がすでに使われていないことがあった。この勧告はすべてが採用されなかったが、 参謀長を5つ星に昇進させる監修は廃止され、現在は特別な場合にのみ任命されることになっている。現役軍人として最後に昇進したのは、1994年のピーター・イング男爵である。イングは1997年に統合参謀総長を辞任したが、公認のチャールズ・ガスリーは統合参謀総長就任時に減衰昇進しない最初の人物となった。 近年では2012年にエリザベス2世がイギリス軍の最高指揮官である女王を支える表彰としてチャールズ皇太子を陸海空産軍の元帥に任命した。同時に2001年に統合参謀総長を辞任し現役引退していたガスリーも名誉陸軍元帥に任命された。そして2014年6月には前統合参謀総長のマイケル・ウォーカーが 名誉陸軍元帥に任命された。イギリス海兵隊では元帥の階級は使用されていないが、陸軍元帥の階級賞は、儀礼上の軍団長であるイギリス海兵隊総司令官の制服に使われている。エディンバラ城、ロイヤルスコッツコノエリュー規兵連隊博物館に展示されている陸軍元帥の制服と元水税陸軍元帥の階級賞は、 多くの葉の輪の中にある2本の交差した玄水杖と上部の王冠で構成される。歴史的にイギリスの影響下にあった他のいくつかの国ではこの階級章を改変したものが使用されており、王冠の代わりに文化や国の象徴で置き換えられているものもある。玄水は任命時に公式の場で所持できる先端が金星の玄水杖を受け取る。陸軍玄水のうち4名は、 イギリス最高の勲章であるビクトリア十字章を受章している。陸軍元帥の大多数がイギリス軍の職業軍人であり、11名がイギリス領インド陸軍の軍人である。少なくとも57名の陸軍元帥が戦場で負傷し、うち27名は複数回負傷した。そして8名が捕虜となった経歴がある。 ウェリントン公爵が元帥に昇進したビトリアの戦いに従軍した者のうち15名が後に元帥となりワーテルローの戦いでウェリントンの下、戦った者のうち10名が元帥に昇進した。しかし戦場で指揮を取ったことがあるのは38名だけであり、12名は陸軍総司令官あるいは帝国総参謀長を務めた。4人の陸軍元帥、イブリン、 ウッド、ジョージ・ホワイト、フレデリック・ロバーツ、ゴート・シシャク・ジョン・ベレカーは、減衰昇進前に、戦場での武君に対する最高かつ著名な、褒相である、ビクトリア十字章を授与されている。ウッドは、戦勝が多いことで有名であり、1858年に、インドの反乱に対する攻撃と、他の反乱グループの密告者を救出したことで、ビクトリア十字章を授与された。 騎兵指揮官のホワイトは1879年にアフガニスタンで敵の大砲に対し2回の突撃を行い、グレナディアガーズのゴートは1918年に第一次世界大戦で重傷を負いつつ攻撃を指揮した。ロバーツはインド大反乱での功績に対しビクトリア十字章を授与された。王族以外で最年少で元帥となったのは44歳で昇進した。 ウェリントンである。ドロヘダ公爵、チャールズ・ムーアは、最年長、91歳で元帥に昇進した。他23名が80歳代で元帥に昇進している。また、ウェリントンは、複数の大臣に就いただけでなく、首相となった、唯一の陸軍元帥である。これまで、騎兵連隊、不評連隊、ロイヤル気候軍団、ロイヤル砲兵連隊、 ロイヤル公平連隊のいずれにも所属歴がなく、陸軍元帥に昇進した者はいない。外国の軍人は、フランスのフェルディナン・フォッシュとオーストラリアのトーマス・ブラミーの2名だけが、第1次世界大戦と第二次世界大戦での貢献を表彰して、陸軍元帥に任命された。ウィリアム・ロバート・ロバートソンは、唯一、一兵卒から元帥まで昇進した。ありがとうございます。